新型コロナウイルスの感染者について。県内では今日。二百三十八人の感染と。一人の死亡が確認されました。新たに感染が確認されたのは。仙台市発表分が八十二人。県発表分が百五十六人の。合わせて二百三十八人です。先週の金曜日より。八十八人増加しました。保健所と支所別では。 大崎が最も多く21人、ついで石巻が20人、塩釜が18人、留が17人などとなっています。また仙台市で90代の女性が亡くなりました。午前10時時点の県全体の確保病床の使用率は17.3%、仙台療県に限ると22.7%となっています。